今回はピリッと辛みの効いた四川風のタレをかけたワンタンの作り方を紹介します。ワンタンを美味しく作るにはあんと皮のバランスが大切です。皮をつるりとし、あんは口の中でふんわりととろけるような柔らかさになるようにします。それでは作っていきましょう。あんの材料は豚ひき肉の 2g、 生姜みじん小さじ1、ネギみじん大さじ 1.5、 卵大さじ2、ネギと生姜の風味を移した水大さじ1、肉の臭みを消すために用いるもの。よく揉んで香りを水に移しておきます。ひき肉に塩コショウ、味の素を少量ずつ入れます。酒と醤油を小さじ1くらい入れたら、生姜も入れてよく練り込みます。あんはクリーム状になるまで、ネギ生姜水を加えて柔らかく練る。溶き卵を大さじ2入れ、肉に含ませるように混ぜ合わせていきます。卵を入ることで、あんがふんわり柔らかな口当たりになります。ネギのみじん切りとごま油を入れ、全体を混ぜます。ワンタンの皮の真ん中に5グラムのあんを乗せ、周りに水を軽くつけ、三角形になるように半分に折る。折った皮の両端を水で濡らし、重ねて保つ。たっぷりの湯を沸かし、ワンタンを入れていきます。ワンタンが鍋底につかない程度に火を弱くする。火力が強すぎると沸騰して皮が破れてしまうし、火力が弱すぎるとワンタンが鍋底について破れやすくなるので注意しましょう。茹でてる間にタレを合わせます。皿の中に醤油大さじ 1.5、 酢大さじ1、砂糖小さじ1、練りごま大さじ1、ネギのみじん切り大さじ1と、ニンニクのみじん切り小さじ1を入れ、混ぜておきます。くらいで火が通るとワンタンが表面に出て、皮に透明感が出てきます。肉の弾力を確認して、しっかりとしていたら引き上げ、水気を切りタレの中に入れます。真ん中にパクチーを乗せます。ラー油を回しかけます。ホワジャオを軽く振りかければ完成です。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。